ザトゥエルブアポストルズザトゥエルブアポストルズとは、オーストラリアのビクトリア州のポートキャンベル国立公園にある、石灰岩でできた複数の海食柱である。名称は十二支とを意味する。おおよそ何位38度39分、統計143度6部付近の海岸の近くに、列をなして存在する。なお、観光地化するにあたって解明され、結果、 十二使徒として知られるようになったものの、ここに十二本の海色柱が存在しているわけではない。崩壊前崩壊後ザトゥエルブアポストルズは中心よに形成された石灰岩からできた海色柱群である。ここには海岸付近に同じ石灰岩でできた崖が存在する。この崖にできた洞窟を形成していた。 石灰岩の柔らかい部分が海の波によって徐々に侵食され、結果天然のアーチが残り、さらに侵食が進んでアーチが崩落することで海食柱群は形成されたと考えられている。2010年現在の情報では高さ約45メートルの海食柱も存在している。しかし海食柱は海の波による侵食の影響を受けやすい。 事実、ここの海食柱の根元の石灰岩は年間 2cm から 3cm 程度の割合で侵食され続けている従って、例えば2005年7月3日に 50m ほどの高さの海食柱が崩壊したように、いつまでもこのままの姿で残っているわけではない。 なお、海食柱群の近くの石灰岩の崖には、海食柱の形成途中にあると見られている部分が存在するので、このまま海による侵食が続けば、将来、新たな石灰岩の海食柱が現れるだろうという予測も存在する。ザ・トエルブ・アポストルズは、オーストラリアのビクトリア州における有名な観光地の一つとしても知られる。しかし、この海食柱群はもともと、 ザトゥエルブ・アポストルズと呼ばれていたわけではない。1922年まで比較的大きな会食柱であるマテンバード、アイランドはそうとして知られ、他の小さな会食柱群はピグラッツとして知られていた。ところが、その後、観光事業に使う目的で現在のザトゥエルブ・アポストルズに改名された。この結果、この会食柱はたった9本しか、 存在していないのにもかかわらず、十二ットとして知られるようになってしまった。なお、会食柱は海の波による侵食の影響を受けやすいものだが、2005年7月3日には50メートルほどの高さがあった会食柱が崩れ落ちたため、八本を残すのみとなった。さらに2009年9月25日には、スリーシスターズと呼ばれる部分を形成する、 会食柱のうちの一本が倒壊した。ありがとうございます。